爆撃を受けちゃった何をやってるの？おばあちゃん大丈夫、何もかも私たちが奇跡を救う魔法が。あなた何を言ってるの？この家を見てごらん、あなたのお姉さんを見て。ねえ聞いて、イサベラは幸せじゃなかったの。だから、ね、幸せなわけないでしょ、プロポーズを台無しにされた。違う違う、本当は結婚したくなかったの。だけどほらこんなに。そしたらろうそくが明るく燃えて、ひび割れも消えて、ビジョンはこれだったのよ。私が奇跡を伝えたの。もういい加減にしなさい、ミラベル。家にひびが入ったのはあなたのせいよ。ブルーノが出ていったのもあなたのせい。ルイサが力を失ったのも、イサベラが大騒ぎしたのも、全部あなたのせいなの。なぜギフトをもらえなかったのかはわからない。だからって家族をこんな風にめちゃくちゃにしていいわけじゃないのよ。おばあちゃんは絶対私を認めてくれないよね。そうでしょ？どんなに頑張ってもダメなの。私だけじゃないよ、みんなも一生懸命やってる。だけどルイーサの力はまだ足りないって言うんでしょ。イサベラだってまだまだ完璧じゃないんだよね。おばあちゃんが悪いところしか見なかったせいでブルーノは出ていった。ブルーノは家族のことを気にかけてなかった。ブルーノは家族を愛してる。私も家族のことを